和子さん、こんにちは。太平クラブ成田コース3番ホールからやっていきたいと思います。はい、今日はアタス G アタス V26SX の、ちょっとシャフトで、ラウンドしていきたいと思うんですけど、はい、これはマミヤさんからね、まっちゃんに、作っていただいたシャフトなんですが、はい、少しちょっと僕が打ちたいということで、持ってきていただきました。で、シムですね。シムにこのアタス、ジアタス V2 を入れて、6SX を入れて、で、アップライトに挿してます。はい。で、先ほど打った感じは、もう非常に感触のいい。よかったですね。球、はい、飛んでったんで、ここから、2ホール、スプーン用のシャフトを持ってきてもらったんで、はい、ドライバーとスプーンとちょっと打ちながらやっていきたいなと思います。で、ベンタスレッド、を普段使ってて、最近はベンタスレッドの 6X にキャロウェイのローグ入れたんですけど、スリーブがテーラーだったんで、今日はテーラー持ってきました。で、打って、僕はね、そんなこうシャフトがこう感じるとか分かんないんですよね。はい、だから結果でいいか悪いかだけちょっとやっていきたいなと思います。さっきはめっちゃ良かった。そうですね。で、ちょっとね、良かったんだけど、すごい雨降ってきて、ちょっと中断してて体が固まっちゃいましたからね。一発目なんで、ちょっとこう打っていきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。最高の球が出た。いや、めちゃめちゃいいんだよね。めちゃめちゃいい球出んのよ。ちょっとね、今休憩してる間になんかアドレスしたら今腰が腰やっちゃいました。なんかピキってね、今まさか和子さん、いや、なんかちょっとなんか違和感あったぐらいなんだけど、はい、大丈夫かな。明日から大丈夫ですか。明日から大丈夫です。もう一球。いや、なんかめっちゃいい感じなんだよね。なんかいい感じにしなりと、なんかタイミングが良かったり。そう、最近やってることにちょっとこう噛み合ってるんじゃないかなと思ってんですよね。ちょっと3球打ちたいと思います。めっちゃいい。いいよね。ちょっと和子さん、よかったね。和子さん、そのよかったね、まっちゃん。それどういう意味ですか。いや、それはまっちゃんが良かったねってこと。どういう意味ですか。伝わってこなかった。伝わってこない。ちょっともう最後ね、これもいい感じですね。少し右に、いい感じ。なんかいいですね。ちょっとね、適度にしなる感じ。はい、いや、しなってます。があるかな。はい。SX ですからね。そうだね。X よりは若干柔らかい。若干柔らかいよね。はい。なんかこう、すぐにね、これを使っていくかどうかわかんないんだけど、はい。ちょっとこう、いい感じなんで。少しこうしばらくの間というか、明日からね、はい、ちょっとシズヒルズさんの方に3日間行くんで、いろいろこう打ちながら試したいなと。それは映像にならないけど。そうですね、うん、インスタグラムの方にちょこちょこ出てきますね。出るかな、わかんないけど。じゃあお願いします。はい、よろしくお願いします。よし、鉄塔からドロー。めっちゃチーピンした。もう一球いきます。はい、そうか、あのボールポジションだとああなるんだな。一球、行くのか。戻ってきてフェアウェイだと思います。はい、
まあシャフトとかね、クラブがこう変わると、まあ、練習ではわからないことがね、こうよそのコース行ったら出たりするから、はい、そうですね。というよりもなんかワッホーさんのやってる課題、うん、でそんなに変わるのかっていうぐらいそんなこうタイミングがあってはいなかったじゃないですか、うん、あ前はね、はい、前は多分 7X かなんか打ったんだよね。ああそうか、そういうことですね。でまあその時は天性ホワイト打ってたんだけど、はい、でまあちょっとこう今やってる課題に対して打ってると、まあベンタスレッドがね、はい、比較的こう打ちやすい感じで、まあ最近ちょっとドライバーの感じもいいだけど、はい、でなんかその時にふと思ったのがこの V2 がなんかタイミングがちょっと似てて少し V2 の方がしなるかなっていうのは思ってていや急に V2 マッチャンある、うん、いやありますけどどうしたんですか、うん、みたいな。そう、それでちょっとね打ってみたくなって、まあどちらかというとやっぱ球が左に出がちなんで、はい、まあちょっとしなった分まっすぐ出るのかなとか、まあ、なんか捕まえに行ったときに、まあ、レッド、僕の場合だと、まあ、少し、ね、左に行くのかなと思ってたんだけど、はい、V2 の方が打ちやすいかなとかね、ちょっとフック打つのもね、あちょっとやっぱしなる感じが、うん、ちょっとあった方が打ちやすいとですね、うん、まあ分かんないけどね、まあ、間違いないですね。全然まだこう、なんていうの、分かんない、もう俺にはそのシャフトのしなりとか、はい、あんまりよく分かんなくて。打っていいか悪いかぐらいしかまあもう究極はそれしかないですからね、はい、まあ、あんまりねこうこのシャフトはこうなってとかっていうのはねあんまりよくわかんないんで、まあ、僕もこの CQ 使ってますけど、うん、もう慣れすぎてるんで、うん、なんていうんですかね、もう癖がわからないというか、うん、もう、まあ、それが普通にね、これが普通になってるんで、うん、これでだから多分まあワッホさんのあのベンタスレッドとか打つと全然シャフト動かないですね、多分そうだろうなっていう風になったりもするんで、だからもう基準がなさすぎて、うん、シャフトはだこうだわからないですよ、わかんないね、なんとも言えないというか、だからね一番困るのがね、はい、こうちょっと打ってインプレッションくださいっていうのが一番困る俺にはわからないからいやそういうことですよね、うん、それってもう自分が常にこうニュートラルの状態でいないと、うん、なかなか、はい、厳しいですよね。厳しいね。はい、だからこうね、他のこう YouTube やってる方とか結構そういうの詳しいから、はい、まあいいと思うんだけど、僕にだけやっぱ聞かない方がいいよね。いや、ワオカスのことみんな信頼してますけどね。まあいいのか悪いのか。全部ね悪くはないんだけど、はい、こういう球が打ちたいときに打てるのかとかっていう自分のタイミングがあるから、そうですね、うん、とりあえずちょっと7番アイアンで、はい、グリーン手前まで持っていきたいと思います。うん、ナイス。思ったより行きましたね。だこのジアッタス V2 が、はい、本当ドまっすぐなのかどうかはちょっと俺にはもうわからないんですけど、はい、今振った感じだと非常に振りやすいと、はい、だから、まあ、ワッホーさん癖あるんで、まあ、俺に癖があるから、はい、でも癖かける癖は素直だから要するに癖があると癖かけるあのこの素直なやつでやると多分癖が勝つと思うんだよ。ああ、うん、なるほど。まっすぐはさ、かける1だからね、そうですね、うん、だか癖かける癖は、はい、多分まっすぐになるんだよ。だ本来はちょっと違うかもしれない。1かける1は1みたいな。1かける1なんだよ。確かにそういうことですね、うん、分かんない。じゃあこれちょっと拾ってもらえる。はい、うん、だからまあスプーンにもまあ今日刺さってあるんで、まあ、4番ホールでスプーンも打ってね。スプーンはまだ打ってないですもんね。スプーンはまだ1回も打ってないね。そうですよね、うん、ちょっと楽しみですね、まあ、スプーンがどういう。そうだね。でもまだ僕の中ではまだあのベンタスレッドが勝ってますよ。あ、基本的には、まあ、それはそうですよね、うん、ベンタスレッドが勝ってて。こっち打ちます。うん、こっち打ちます。じゃあ勝っ
ってて、しかもあのドライバーのヘッドもローグが勝ってますよ。あ、今のところですね。はい、やっぱりローグとの組み合わせがから今のところはそうなんだけど、ちょっと8番やんで、はい、120ぐらいかな。すぐに変えるってわけではないですかね。ちょうどいいぐらいかな、うん、右のいいところだと思います、うん、ただまあ今後だからこう使っていってどうなるかってことですもんね。そうそう、だからまあエースになるかもしれないし、うん、まあやっぱりキャロウェイの方が感じがいいとか。そうだね、逆にキャロウェイに入れてみたらもっといいんじゃないかなとか、うん、まあそういうふうにこうこれからまあ 6SX だから 6X を入れてみたりね。確かにそうですね、確かにちょっとそこはワコーさんにしてはやっぱりちょっと柔らかい可能性ありますもんね。うん、わからないですけどね。まあ、今のところはまだ気持ちの中ではあのベンタスレッドですけど、はい、あのスプーン打ってスプーンが良ければスプーンだけ。なんかワコさんって絶対スプーンも揃えるじゃないですか。なんかね、それはやっぱりこう、まあ、昔からの。あ、いやでもあのちょっと前はさ、はい、あの白転生入れてフェアウェットには PD 入れたから。あ、そうか、そうですね、うん、別にあの、あ、そうか、毎回揃えてるわけじゃないですね。そうそう、まあ、今回はあの赤ベンタスのフェアウェットが、はい、ちょっとシャフト硬いような気がしてるんだよね。あ、そうなんですね。硬くね、硬く感じてるんだけど、はい、だから結構球が強烈というか早めに潜るような感じがあるんで、それをちょっともし改善できたらなとも思ってるんですよ。やっぱり3番ウッドでやっぱちょっと上がってほしい。まあ和光さんも僕もそうですけど、ロングのセカンドで使うこともありますからね、うん、ティーショット用みたいな感じのクラブだったら、まあ、前に前に行けばね、はい、うん、いいんだけど、やっぱマッチャンを見ててやっぱりあの、まあ、あのジアッタスのスプーン非常にいい感じだしさ、はい、この間抹茶のジアッタスってもやっぱいい感じだったから。そうですよね、ちょっとあれだとまあ俺は柔らかいんだけど、はい、まあそうか、だから V2 の方でもしかしたらちょうどいいのかもしれないですね、はい、いきます。雨降った後だからちょっと重めだろうね。ちょっと重めですよね。ちょっとかなり重めで、かなり重めでしたね、うん、お先に行っちゃいます。よし、砂はついてない。まあ俺は昔使ったことあるんだけど、グラファイトのさ、はい、PT とかもさ、はい、もうベストセラーだと思うんだよ、グラファイトさんでは。そうですよね。で、まあ、あれって、まあ、よく癖がないって言われるんだけど、はい、やっぱり結局ちょっとそういう癖がないシャフトが長く使われたりね。そうですね、するわけだから、まあそういう風にそういう位置づけでもしかしたらちょっとね、ジアッタスとジアッタス V2 もね、なればね、なんか癖のないシャフトといえばみたいな感じになればいいけどね。そうですね、でももうそういう印象は結構あるとは思うんですけど。そうだね、もっとそれが広がってくれれば。さすがに早いですね。そうだね、傾斜の
途中に切ってんな俺これ明日のピンチじゃないよね。今日ですね、今日のピンチですね。うん、ナイスです。はい、まあ、ちょっと向こう行ってスプーンとドライバー打ってみましょう。わかりました。はい、4番ホール到着です。はい、これは、シムスプーンにアタスジャタス V2 の 7S はいだね。これ先端切ってんのかな、切ってないのかな。切ってないです。切ってないんだ。まあ、ちょっと打っていきたいと思います。お願いします。 7S ファイアウェイウッドで S 入れることはワッホさんはないですか、ね、いや今までクラブで S 入れたことないね、ウッドでそうですよね。はい、めっちゃいい。S とはなんか S って感じないような球の強さでしたけど、球の強さはこのヘッドですよ。あ、ヘッドですね。ヘッドですか。めっちゃいいね。いや本当に一発目だから。そうですよね。うん、でまさか。でまあ右のフェアウェイ狙ってたんで。いやこれね、いろいろ打ってくるとね、いろいろまた出てくるんだよな。いい球。ちょっとバンカーまっすぐ行ったか。あ、キャリーでバンカー行ってます。キャリーでバンカー行ってんね。え、ちょっとやめてくださいよ。245250ぐらい行ってるねキャリーで。ドライバーとそんなに変わんないですね。え、風が右からホールですか。ホロ、いや、ゲンストでバンカーでキャリーで行ってたら行かないよね。まあちょっと風こうなってるか。そうだ、さっきのホールがちょっとアゲンストだもんね。はい、ちょっと違う球打たないとな。右のラフ、 あれ打ちやすいな。まあ、今ちょっとスライス目に、はい、打ったんだけど、あんまり左に出せないフェードって感じですね。そうだね。まああと5ヤード左のラインで出したかったっていう感じだけど、そんなに贅沢言えるぐらい練習してないしね。いいかもしれない、これ下から浮きそうだね。ああ、それはシャフトの特性的に、それとも S っていうのもあるんですか。いや、わかんないけど、きそうあのベンタスのレッドね、非常にいいんだけど、はい、あんまり下から浮きそうな感じはないのよ。あ、そうなんですか。うん、このヘッドってさ、結構球が強烈だから、まあ、はい、でベンタスレッドも多分飛距離性能すごいんだよね。だから強い強いで、もうどっちかというと前に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 行くから、あんまり上がる印象ないんだけど、あるな。フェアウェットはまずいいね。おお、よかったです、うん、でもなんかよかったです、うん、よかったね、まっちゃんあ、しずりさん、まっちゃんもでももうね、ジアッタスは長いからね、スプーン、スプーンとクリーク、スプーンとクリークはね、もう変えるつもりは一切ないですね。ね、いいよね。はい、ちょっと俺もバンカーまで行きたいな、ちゃんと右の木の上からドロー。潜ってんな。あ、潜ってんな。これアゲンスト？え、どこに落ちてました？まあ、まあ手前っすね。ちょっと潜っちゃいましたね。潜ってたね、今ね。はい。ちょっとアッパー8度とかになってんじゃないですか？やっぱドローを狙いに行くとそれぐらいになっちゃいますね。うん。僕の場合は。なるね。はい。ちょっとこうやっぱり。でもまあ割りかしこうなんていうのかな。そんな悪くないけどね。言ったらちょっとまあ縦チーピーみたいな感じじゃない、はい、横よりはさ、まあだからミスとしてはもう最高よ。
池越え以外は大丈夫あれマシコの左だってあそこだけマシコの何番かね、13番か2番か忘れちゃったけど、はい、岩垣のショートの手前ですよね。13だね。13ですね。じゃあ今度は若干フェード目で、やばい、迷宮入りしてますね。もう一球出してください。どうぞ。ちょっとなんか変わっちゃいましたね。ちょっとなんかあれなんじゃないですか。明日からシズヒルズでもうちょっと気分もう気持ちがなんかこうプロテストモードに入っちゃってるんじゃないですか。早すぎるな。違いますよ。え？ちょっとこう寒くて。あ、そうなんだ。はい。うん、こういうこともありますよ。いや、それあるよ。曲がるのが嫌だったらもうね。ちょっとな。曲がってなんだよ。もう少しフェード目だな。イメージは感覚が狂ってるんだな。スピンが少ないな。潜ってますね。とかなんだろうな。球が潜ってる。ティーが全部飛んでいってるんで。そうだね。はい。もう一球打っていいですか。うん。ちょっと僕も打ちたいんで。あ、じゃあボール取ってきます。ボール取ってきます。はい。はい、ということで引き続き3番ウッドですね。はい、下から打ちたいと思います。地べたから行きます。ほう、めちゃくちゃ高い。あれめちゃくちゃ浮くな。今バンカー狙ったんすよね。あ、危ない危ない。はいはい、下から打ったら浮くんだ。いやー、めちゃくちゃいいですね。今もうカメラで追ってやろうと思ったんですけど、こうね、もう追えるような球の高さじゃなかったです。いや、すごいな。落下角度43度でしたね。転がってほしいわ、もっと。足滑ったけど、はあ、この目の前の木の高さ、いやの頂点、これはもう本採用っすね。ばばば、これこされた。もうスプーン、まず、はい、なんですか、スプーン本採用で。そんなレベルですか。ちょっとこのなんかグリップがさ、まあ、まっちゃん仕様だから、それもまたいいんじゃないですか。あれだけども、このまま使うわ。え、そのまま行くんですか。うん、だっていいんだもん、別に変える必要ないもん。いや、でもそれ1本だけだって、ちょっとあれですよ。いいだろ別に。男気があるですね。ちょっと最後ね、ドライバー。いや、僕使ってるユーティリティピンの、はい、は細いんですよ。あ、そうなんですか。細くてベルベットライト入れてるんで。はいはい。だからあんまりこれこだわりがあるのかないのかわからない。めちゃくちゃ軽いよ、クラブが。ちょい左か。あ、バンカーかな。バンカーにキャリーで入ったじゃないですか。まあ、そうだね。まあまあ、でもティーも飛んでないし、はい、うん、ドライバーはまだちょっとこう、多分ドライバーに関しては硬さと、だから重さが足んないんですかね。多分ね、なんかこう短いんだよね、ちょっと多分45あるかないかで、はい、でバランスは感じてないんですかね。あのヘッドも、はい、この後ろのやつ変えてるんですよね、軽いやつに。あ、そうなんですね。あの転生のホワイト 7X 入れた時にバランスが D3 ぐらいだったんですよ。ああ、じゃあその仕様になっちゃってるんですね。そうだから、シャフトも軽くして、シャフトも短いから多分軽いんじゃないかな。あ、ちょっとアゲンストになってきたな。それでバランスがちょっと合わないってことですね、うん、でもね、うん、球はいいけどね。球はいいな。でもとりあえずスプーンがいいってことは、シャフトの動き的にはいいってことですもんね、うん、そうだね、まあ、スプーンはとりあえずいいね。よっしゃ、スプーンに負けらんないな。
オッケー、ナイスショット、ありがとうございます、頼む。スプーンより手前だもうあと2球あるんですよ。あ、2結構あるねいやー、そうっすか、まあ、ちょっと楽しみだな。あー、ちょっと悔しいな。いい球だったんだけどな、転がってなかったっすね。いや、転がってました。あ、転がってました、はい、いい球だ、頼む。まあまあまあ、いってるんじゃないですか。本当ですか、うん、もう一球いいですか。はい、いいですよちょっとずつ右にあんまり同じ投ばっかり打つとね。そうなんですよ、足場が荒れてくるんで。風左からじゃないですよね。ちょっとやっぱり巻いてるね。今はアゲンストっぽくなってる。そうですよね、隣のホール見てもさっきの風だったらもう絶対勝ってるんですけどね。よし、行きます。最後はもう絶対一番飛ばす。どうだ。まあ2.45、2.50ぐらいじゃないですか。ああ。うん、最近あのデートで測ると、うん、まあ、2.45ぐらいなんですよね。あ、そうだね、はい、で本当にもう満振りして、うん、当たれば2.55、うん、行くか行かないか。そうだね、キャリーね、はい、キャリーで、うん、やっぱ振りが足んないですね。まあまあこれからですそんなもうこれからって動画始めて3年経っちゃいますよもう3年前もっと前から言われてますよこれからっす、これからっす、これからですよこれからっすよね。いやー、でも感触がいやー、よかったです。うん、いつが、まあ、泣いてたんで、僕の部屋で。あ、部屋で泣いてたもんねはい、ベッドの、もう寝てるところのこの枕元上に置いてたんで。いや、絶対その辺に床転がったじゃん。いやいや、やめてくださいいやでもなんか、本当に今はまあね、こう、まだ3球、4球しか打ってないけど、はい、うん、ちょっと感触いいかな。まあ、まっちゃんのやつがジアッタス打ってたらいつも良かったもんね。いや、そうなんですよね。ドライバーもジアッタス打ってたら良かったから、周りよりちょっと張りがあるみたいな感じで言ってたからさ、はい、はい、まあわりかしこうタイミングは良かったから。そうですね、うん、まあなんか思わぬというかね、まっちゃんにこう提供してもらいましたけど、はい、僕がもし使えればこのまま使わせてもらって、はい、いいんじゃないかな。わざわざもう 7X とかにする必要が多分ないと思うんだよね。そうですね、うん、このまま使って、うん、はい、まあ、ドライバーもちょっと使ってみて、まあ、どうなるか。まあ明日のゴルフの時にいろいろ試しながら、まあ、3日間あるからね。そうですね、その中でちょっとやりながら試しましょう。まあヘッドとの相性もさ、はい、あると思うし。あ、確かにそうですね。まあ最近はこうローグ ST MAX、はい、がわりかし打ちやすいから、なんかそういうのもよかったらちょっとね。ローグ ST MAX は、うん、そのローグのあの種類の中では、うん、スピンが結構入るモデルですか。まあ、そんなことないです。普通のやつなんじゃない MAX と、はい、MAX D と あと MAX LSLS はやっぱり低スピンの、はい、あとトリプルダイヤ、トリプルダイヤ S、 トリプルダイヤLS めちゃくちゃあるから。よくわざわざ覚えてますね、はい、あるんですよね僕家に持ってるのはトリプルダイヤ LS と MAX なんで、はい、MAX LS 結構良かったみたいね。あ、そうなんですね。去年はそのトリプルダイヤも良かったらしいんだけど、はい、MAX LS が良かったみたいですよ。あ、そうなんですね、うん、まあ、パラダイムはちょっと僕の中でも今は頭にない。まあ、確かに、まあ、ローグが良ければ。そう、ローグのね、あのなんか優しいちょっと感じと、はい、ちょっと球が食いつく、なんか食いついてますよね。そう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 、この間ね、パラダイムのトリプルダイヤ、あの先輩の打ったんだけど、ちょっと硬いような気がしたから、はい、うん、変わんねえわ、スプーンでそこキャリーと。
そうですね、ぼやっとしか変わんない。だからもうあのスプーンはだからすごいいってる感じが、ティーアップすると飛んで下から打つとまあ240ぐらいだね。そうで下からでもだから十分球のやっぱ上がりはそうね、はい、あるんで一旦ボール拾います。あ、ボール拾いましょうか。はい、はい、はい、ではちょっとボール拾い終わったんでここからはい、セカンド打ちたいと思います。まあ、7番アイアンかな、まっちゃんは7番アイアンです。うん、多分距離がぴったりぐらいなのか160ちょいだね。ちょっと65ぐらいあるかもしれない。この気温だといかないですかね。まあ、これでどんくらいいくかっていうのも、あ、ちょっとまっちゃんさ、ちょっと俺のバッグの中にさ距離計あるから、はい、その右側の T 方にこっちに、ね、ちょっと距離測ってさ、距離計ですか。奥そこになんかいろいろ入ってますね。いろいろ入ってますよね。蓋が取れました。いやもうちょっとね距離計の案件来ないかななんていう話をねインスタグラムでは言ってたんですけど、インスタグラムで言ったのかな、はい、なんか言ったんですけど、はい、買っちゃいました、買っちゃいました。距離計買っちゃったんで、距離がですね167、まあ、今度ねまたあの案件もねいただいたんで、はい、あの企業様の案件動画も今後出ると思いますけど、はい、楽しみに、非常になんか僕も面白いなと思った商品だったんで、はい、まあ、それが多分また出ると思いますんでね、皆さん待っててください。はい、はい、ということで何ヤードだった？167です。ああ結構あるね。ありますね。それプラス上りあるからね、2、3ヤードだから170ですね。うん、まあ、この気温とこの気温とこのライト、だからイメージ的にはあの2段グリーン、うん、上り始めたギリギリ境目ぐらいのところまで行けたら、はい、本来は最高だと思います。お願いします。いきます。いやいい球よ。おう、まあ、あれだと165だろうね。165ですね。165、はい、あれさ、まっちゃんはもうしっかり打ちましたよ。打った、あそこからあと 2,3 ヤード飛ばせる、はい、飛ばせたらいいよね、うん、ちょっとだって これでさ6番ヤン持つのちょっとさむずいじゃん。6番ヤンと、ま、間違いなく右奥にね、えだからちょっと7番で飛ばせたらいいよね。もう少しですよね、うん、もう右のグリーンエッジ、はい、狙ってそこからちょっとこうしっかり球上がるから。そうですよね、うん、いきます。あー、これは当たりが薄いです。飛ばしに行くとちょっとそういう感じになっちゃうのか。そうなんですよ、ちょっと上から入んないもんね。そこが課題です。あー、そっか。だから僕の今のアイアンの課題は、うん、まあ、少しワッコさんにもやっぱこの胸の動きとかを教わって良くなってきたんですけど、やっぱりドライバーにしてもアイアンにしても、うん、右からドローを狙った時にすごく、まあ、垂れるというか、うん、下から煽りやすくなっちゃうんで、結果当たらないで飛ばない。そっか。だからこれをもう少し、まあ、ダウンブローというかやれると、やれると多分アイアンもドライバーももう少し安定度が出てくるんじゃないかなっていう、うん、そっかそっか。はい、ちょっと僕はこれ、僕は8番アイアンなんでもう全然いかないと思うんですけど、170でしょ。はい、これをちょっとフック目で行かせられればね、行かせたいですよね。こうやって打ちたいな。おお、あ、165くらいか。そのぐらいですね。で多分俺抹茶よりさ極端だと思うんだよね、もっと。僕中途半端ですか、やっぱり。そう、まあ、同じとこからしようかな。俺さ、これイメージ的にはね、右の本当のグリーンの右端狙ってんだわ。本当の右端ですね。だからもう12、3ヤード右狙ってんだよ。はい、でそこから引っ掛けていくわけ。お、引っ掛けるんですね。そうそう、引っ掛けてるわけ。だってこうだから。で今、まあ、見てもらったらめちゃめちゃターフ四角いわけよ。これ四角いですね。こう入り口から入って、美しいぐらいな四角く、もう真四角なんだけど、はい、で引っ掛けてるわけ。
そうするとまあ多少飛ぶ。そうか、まだ僕はじゃあ綺麗に打とうとしすぎ、ちょっとまあこんくらいで、どうしたらこうなるから、はい、じゃなくてめちゃくちゃ右向いておいてこう引っ掛けていくっていう印象なんだわ俺は、飛ばしたい時っていうのは。はい、じゃあ球も割と上がるしダウンブローに入るから、ここからあーこれちょっとこうスカっちゃったけど、これはもうまっすぐ目でいったけど、そう、そうすればちょっとこう飛ぶんじゃないかな。ちょっと構え、なんていうんですか、ワッホーさんの構えを真似してもいいですか。真似してみる。待ってね、俺がここから、まあ、ちょっとここから打つとね、何回もね、こっちにしようか。ここからだと、まあ、左つま先がここで、って感じかな。え、これで右端からドローですよね。そうそう。で、フェースはちょっとクローでしょうね。そう。で、フック打つんだよね。感覚的にはもうそのキャディバック見てますね。そうだよね。はい。それくらいやったら多分。だってそれからもう、だって、浮いた瞬間ないとかもう抑え込んでいけばいいわけよ。これはもう、だってもう、こう。そう。引っ掛けるじゃん、もう。絶対。100% 引っ掛けるよ、これね。じゃあ行きます。こっからピン狙うんだから。そうですね。あ、そういうことよ。な、まだね、でもちょっとこう、なんていうのかな。言い切れてないっすね。寝てるから、足りてる右に出てんだよね。でもあれくらいやんないと。確かに今のでちょっとこう。右行ってるじゃん。そうです。出玉が。あれからもう出玉から左出さないといけない。だから、まだこう、なってるから。いう感じどうですもんね。うん。じゃあ飛ばせると思うよ。確かに力は入る、ね、うん、そうそう、だってもう一回飛ばしたいわけだから、だからなんかもう今の僕の感覚で言うと、なんていうんですかね、このボールとかフェース、うん、このラインが目標、うん、そのグリーンの右端、うん、を向いてるイメージだったんですけど、うん、じゃなくてワッコさんも体がそっちを向いてる、うん、そっち、そうで、そこから引っ掛けていくね。そうですよね、うん、じゃあロフトは被るじゃん絶対、はい、だから飛ぶっていうイメージ。それはもう打てないですね僕には、まあ、まだね、今までの考えじゃ打てないけど、ちょっと今ので多分打てるようになるかもしれないから、もう一回打ってごらん。はい、この辺りぐらいですね。ちょっとそこからフェースちょっともうさ、かぶしとくんよ、もう、そう、はい、うん、そういうことですね、うん、あー、あそこに飛んじゃうわ、あ、まあ浮いてるからね体が。うん、そういう練習をしていけば、まあ、ちょっとこう飛ばせるようになると思うんで、まあ、そういうのは練習場でやってもいいのかなと思って、寝てフックはダメよ。そうですね、うん、でも逆に言ったら今、うん、2球とも、うん、なんか僕のやっぱドローってああいう右からドローとか、うん、今みたいにまっすぐの球ってあんま出ないじゃないですか、うんうん、だからこの要素がアイアンにやっぱり足らないってことですね、うん、そうだね、普段から、うん、普段からね、そうそう、普段から多少この意識を持ってても、うん、全然いいいいねってことですよね、うん、そうやってやっていけばもっとアイアンいい感じで出るんじゃない。どっちかって言ったら左向いて寝て入ってくるから、まあ、どっちかって言ったらこういうタイプですかね、こう入ってきてね、手返してるだけだからさ、はい、うん、たらもうこうそこでもっと胸を左にビッてこう向けて、そう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 、打てば打てるしょ。まあ今日はちょっとこの辺で終わりにしますか、はい、まあ、V2 のまあの動画でもあったんで、まあちょっと今後まあ楽しみに、僕自身が楽しみなんで、はい、まあどうなるか皆さんも期待してください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと土して、はい、うん、向こうボール拾ってしようか。いやー、そうか、もう全然全然そのやりきれてないよね、飛ばす、フック打つってなってんのにそういう構えになってないというか、まあね、やっぱり綺麗に打ちたいっていうのが出過ぎてるんですかね、うん、やっぱり、まあ、その感覚がないだけだから、はい、そういうのを、まあ、少し言ったら、だからこの間ね、昨日言ったけど別にどこ向いてたっていいじゃん、別にフック打てれば。確かにそうです ね、だからそれを自分の感覚と合わせていかないといけないけど、はい、
抹茶の場合は、まあ、あんまり右向かないでフックをこう打ちに行くと、まあ、ミスショットが出るんだったら、まあね、もっと右向くか、まあ、もっと左向くか分かんないけど、はい、なんか一番打ちやすいのを適当にこうやって見つけないといけない、見つけていけばいいと思うよね。わかりました。まあそんな感じで、まあこの後は少し、まあ明日もあるんでね、はい、何か撮影できたらして帰りましょう。はい、よいしょ、よいしょ。